マインコンとはモージャンが主催するビデオゲームマインクラフトの大会である。ここでは将来のアップデート発表、導入したい機能、改善したい機能、モッド制作者の意見交換などが行われる。大会タイトルは開催した年によって異なる。マインコンは毎年1回開催されている。しかし2014年の開催は見送られた。 ブイが2014年8月21日のブログにて2015年の春にロンドンで開催予定と発表した。なお注釈のない日時はすべて協定世界時で表記する。当時はマインクラフト金と称されていた。8月31日にベルビューで30人以上の集まりであった。11月18日、ラスベガスで5000人以上が集まる。 公式のマインコンが開催された。会場は、コミュニティのメンバーたちによる、基調講演、建築コンテスト、コスチュームコンテストと展示が行われていた。11月24日と25日、パリ、ディズニーランドパーク11月2日と3日、フロリダ州で開催。マインコン2015エキスポホール7月4日と5日、ロンドンで開催。チケットは1万枚が販売された。 ビデオゲーム団体のコンベンションとして最大であるとギネス世界記録に登録された。9月24日と25日アナハイムで開催。160ドルのチケットが12000枚販売された。11月18日17時にマインコンアースを開催。会場で行わずインターネット上でインタラクティブなライブストリーミング形式で開催された。次期メジャーアップデートの アップデートアクアティックが公開発表された。また、ザ・モンスター・オブ・ザ・ナイト・スカイズと題し、夜中に特定の条件を満たしたプレイヤーが存在していると、飛来してくるモンスターを決めるコミュニティ投票が行われた。イメージボードに描かれた4種類のモンスターの中から選ばれる。最後投票の数が多かったモンスターは後に、ファントムと命名され、時期のアップデートで追加された。 9月29日16時、昨年と同様の形式で開催。新作ゲーム、マインクラフトダンジョンズや、時期アップデート、ホリデーアップデートや、ビレッジピラッジなどが発表された。コミュニティ投票は、3種類のバイオームから選ばれ、最後投票の数が最も多かった、タイガバイオームが、時期のアップデートでキツネとキャンプファイヤーと一緒に追加された。 9月28日16時に開催した。新作ゲーム、マインクラフトアースと、名前の混乱を避けるために、大会タイトルをマインコンアースから、マインコンライブ2019に変更された。次期アップデート、ネザーアップデートで、ネザーに追加されるバイオームやモンスター、その他新しい要素などが発表された。コミュニティ投票は、バイオームを決めるもので、バッドランズ、スワンプ、 マウンテンズの中から選ばれる。最後投票の数が最も多かった山岳バイオームが次期のアップデートでヤギと一緒に追加される予定である。10月3日16時にマインクラフトライブ2020を開催した。次期アップデートケーブスクリフスを発表した。コミュニティ投票は新たな生物を決めるものでムブルーム、アイシアーラジャー、クロースクイードの中から選び、 最後投票でグロースクイードの実装が決まった。マインクラフトライブ2020と別にオーランドで開催する予定であったマインクラフトフェスティバルは2022年に延期された。ありがとうございます。